皆さんどうもこんにちは、こんばんは。スタミジャパンでございます。 YouTube をね、今回からしっかりやろうと思って企画をしっかり考えてもらいまして、YouTube をやってみようかなという感じでございます。今回に関してもグルメの番組をちょっと作ってほしいという依頼を出して、今回の撮影ここに呼び出されたわけですね。今回僕グルメの番組っていうことだけ聞いて、内容は細かく聞いてないんで、ちょっと早速もらっていいですか。今回の企画はおすすめされたら絶対に食べに行く旅。おすすめされたら絶対に食べに行く旅って何すか。スタンミさんはスマホにグルメ写真とかって入ってますありますよ。ちょっと待ってくださいね。最近もう最近撮ったな。この前撮影で行ったところなんですけど、高級中華に行ったんですよ僕。カニ味噌が入っててみたいな写真撮りますよね。やっぱ美味しい写真って今もスマホに撮るじゃないですか。撮ります、俺も撮ります。ってことはいろんな人のスマホの中に入ってるグルメ画像を見せてもらったら、はい、うん、美味しいご飯にありつけるんじゃないかなと。まあそりゃそうでしょ、今もう SNS 時代みんな写真を撮ってると思うんで。なので、はい、今からどなたか選んでいただいてインタビューするの。はい、はい、でおすすめのスマホに入ってるグルメ画像を見せてもらって、うん、それを絶対に食べに行くという企画です。ちょっと待って。え、それは後日？いや、今日ご飯食べてきました。俺今日食ってないっす。お腹減りますよね。お腹減ってますよ、そりゃそうっすよ。でだから今日グルメの番組って言ってるから、俺は楽しみにして飯を食ってきてないの。だから今日聞いて、うん、おすすめされたのを食べに行きましょう。いや、これでちょっと待って、これで香川県のうどんってなったらどうするんですか。俺もちろん行きます。北海道の海鮮丼はもちろん行きます。ルールです、そこはルールで。え、さあ一発目から重いって。え、一発、え、マジ。でも美味しいの食べたいですよね、せっかくなら。そうだけど、いや、そうだけど。え、俺明日さ河川混んだよね。何時から。あ、お昼からです。お昼から。はい、日本ぐらいだったら、ま、帰ってこれるんじゃないですかね。で、一言なんだよ。いや、でも逆に言ったらもう上野の今食べてきたそこのスパゲッティが美味しかったよとかありますよね。はい、でもそれはそれで本当なんで、うん、やっぱりガチで。いや、ちょっと本当すぎる。え、いや、あれはロケハンっていうか、許可取りは、許可取りはもうその場でして、その場でして、まあダメだったらダメだよね。ダメだったらもうそれはもうしょうがないですね。ガチすぎるわ、はい、ちょっとガチすぎるよ。やってきます、やってきます。え、こんな感じの企画なんだね。インタビューする人も選ばないといけないじゃん。その遠くに行かなそうな人だよね。年を召しているおじさまとか言うとちょっと旅行とか趣味になりつつあって、遠くに飛ばされる可能性があるんで、お若い方探してその方にインタビューしてみようと思います。これテンポ早いよ。俺もうさ30分後にはさ品川駅に向かってタクシー乗ってるかもしれないでしょ。だるすぎるだろ。上の声マジでもう日本人はほぼいねえんだよ逆に。別に海外の方のおすすめでもで海外に飛ばされんだろ。日本国内だよ、さすがに俺今日パスポート持ってないからね。何言ってる、海外の方でもって、どこまで飛ばそうとしてんだよ。ちなみに今日何食べたい気分ですか。いや、もう食べる日なんで、普段から僕節制してるんで、なんかもう節制関係なくもうドカンと、俺ベロが赤ちゃんだから、ドオムライスとかドグラタンとか、なんかもうハヤシライスとか、もうそういうの食べたい。危ねえな、危ねえ、修学旅行生はもう修学旅行しに来てるから危ねえな。多分女性2人組に聞いてみようかな。すいません、 YouTube 撮ってるんですけど、インタビューみたいなのって来てもらえますか。あ、すいません、わかりました、ありがとうございます。どんどん行きましょう。すいません、今 YouTube の撮影してるんですけど、インタビューみたいなのちょっと受けてもらえますかね。厳しい、わかりました、ありがとうございます。インタビューむずい。インタビューする人も用意しといて。断られてる普通に。
いい具合の距離の写真出せる人用意しといて、せっかくだ。あんまり声かけるのは緊張しないですか？あ、声かけるの自体は僕は緊張しないんで、俺インタビューしてもいいですかって言われたら、あの、嫌ですって言うて俺が嫌な派なんで、気持ちわかるなっていう。俺はもうチートデーというか、そういう日に食べるものって一個決まってて、錦糸町のケイリンっていう中華屋さんなんですよ。もうあそこで別格でレベルが違う。エビチャーハンっていう、そのチャーハンの中に卵をまとったチャーハンがあるんですけど、オムライスチャーハンみたいなのがあるんですよ。あれがマジでレベル違って、俺一時期町中華とかもハマっていろんなところ巡ったんですね。あそこ超えらんない。で、町中華だからなんかなと思って、俺高級中華も結構行ったんですよ。チャーハン一杯なんかフカヒレ入ってますとか、そんなんでも超えらんなかった。一番、皆さん言ってみてください。俺ってもう言ってるけどね、ずっと。インタビューの仕方もさ、多分あんだよ。 YouTube のインタビューですってなると、何のインタビューか分かんないじゃん。だからまず断りたくなんだよね。LINE とかで人の予定聞くときに、何してんのだけ聞いてくるやついいんじゃん。あれって一旦断りたくなるじゃん。あれと一緒。ちょっと具体化してあげた方がいいわ。学びがあんな。すいません、グルメ系のインタビューしてるんですけど、 YouTube 厳しいですか？すいません、ありがとうございます。すいません、YouTube ってグルメ系のちょっとインタビューしてるんですけど、ちょっとお話を伺うことできませんかね？今急いでるんです。あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。え、ガチンコでやるとこんなもん。俺やり方悪い？いや、結構大変ですよ。こういうもん。はい。テレビって本当に切り抜いてるんだね。すいません、グルメ系の YouTube 撮ってるんですけど、ちょっとお話伺うことってできませんか？すいません。はい。スマホの中のグルメ写真、今まで自分の撮ったご飯の中で一番お気に入りのグルメ写真を見せてほしくて。さっきのお、さっきのですか？さっき言ったんですか？そう、これは空の器だから。これ何ですか？これちょっと写してもいいですか？油そばですね。これ場所ってどこですか？はい、その入谷口、はい、海の池の入谷口あるじゃないですか。はい。で、その入谷口出て左に行くと、なんか右に油そばって書いてある看板出してるところがあるから。ちょっとお名前聞いていいですか？陣屋。あ、はいはい、それちょっと写真撮らせてください。今、企画でこのスマホの中にあった写真見せてもらって、その写真の食べた場所に教授に絶対に行かないといけないって企画だったんで、もうそこっすよね。よかった、マジでありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。行ってみます。ありがとうございます。きた、これがガチだ。よかったじゃねえわ。こっからアポ取りだわ。これはちょっと待って、今近いから電話より俺の熱量を伝えた方がいい。行ってみよう。マジで嬉しい。あと俺、油そば食えたとしたら、油そばって人生初、今まで食ったことない。あー、これで撮れたらもう今日の動画終わりです。解散。さっきの方、ここが目的で来た方たちなんですかね？いや、そうなんだろうね。スマホの中に入ってるご飯の中で一番美味しいのって言って一目散に出してきたし、そもそも男2人で行って2人とも写真撮ってるの可愛いし。でもさ、俺あのマーク見たことあるんだけどさ、あれってチェーン店じゃね？ちょっと一回撮ってくんね。ちょ、待ってて。許可、無事撮れました。俺なんかつけ麺とかはハマってた時期あったんだけど、油そばって通ったことなかったんで、今回僕の人生の油そばを、体験する場所はこちら、東京油そば伝承館陣屋上野の陣でございます。すごくね、メニュー見て、これもいいよ。ペパ玉カルボナーラ風。どんな味なんだろう、これマジイメージつかないわ。で、今回ちゃんとあの許諾もさっき取ってきたんで食べていこうと思います。よかった、遠くなくて。これがガチだからね。
と悩んだ時にちょっとお得なコンセント秋の陣屋セットこれで今回と思います。番組費から出ましたよ、ね、金出るよね番組費ん、ま、えこういうのって自分で出さないよね番組ってん？見たらねえだろ。ふざけんな。俺がもし遠くに飛んでたら、俺自腹出すってこと？え、今回の番組出ますよね？出るね。というわけで、ジンヤさんという油そば屋さんに入りました。近すぎん？徒歩で来れたけど大丈夫？ガチなんで。もうガチでも。混ぜるんだ。スープ終わってるのでお気をつけください。こんな感じで来るんだ。すげえ、スープもついてきた。おはようございます。これをさ、食べる前に全部入れるって。でも混ぜるんだもんね。半分なく混ぜる。油そばすげえ。これハマっちゃったらどうすんだよ。今回は気に1ヶ月後80キロのゆうやが出てくるぞ。お終わりになります。はい。すっごい。これスマートフォンでね、撮った写真でここまでたどり着いたので、僕もスマートフォンの写真を撮りたいと思います。すいません。はい。こういうのも全部混ぜるんですか？まずそのまま食べてもらって。はい。お好みで。あ、なるほどですね。わかりました。そのまま飲んでください。はい、わかりました。ありがとうございます。よく混ぜて、はい、召し上がってください。いただきます。フラソムってさ、揚げついてるの見えないけどさ、どんな味するんだろう。混ぜていただきます。あ、下にね、タレが溜まってんだ。ほら。ほら。いただきます。油そばうまっ。すごい。まだ油そばってこんなうめえの。やばすぎるだろ。うまっ。ソースがめっちゃ濃厚なんだけど、もうさ、若干麺が縮んでるからソースめっちゃキャッチするんだわ。ほんとだ。これがお酢かな。それをかけるらしい。お酢をちょっとかけますね。いただきます。さっきだけはソースのしょっぱさが主役だったんだけど、お酢が混ざることによってやっぱ酸っぱいっていうより甘みの方、味わい深くなった。マヨネーズが見えねえよ。マヨネーズいっちゃいます。あと油そばって結構ギトギトしてるっていうか、ジャンクなもののイメージしてたんだけど、そんなこと全くない。言うて俺今12時ぐらいで、俺今日一食目だ。一食目にしちゃ重いの来ちゃったなと思ったけど、全然いける。マヨネーズとかトマトのトッピングの身が、一食でいろんなとこ行けるわ。
楽しい、マジで。チートデイをするって、あのね、俺の食事のレパートリーの中に油そばが打ち込まれた。それぐらいうまい。いや、あのラーメン屋にいろいろ通ってた日々を思い出すな。こういうラーメンに会うたびに、会うために俺は巡ってたから、俺ここラーメン系巡ってた時にここ出会ったら通っちゃってたかも。企画行きますね。いい食事に出会いました。たつまいとか看板とかもさ、なんかちょっとコアなファンに向けたコンテンツだと思ってたの。かなりターゲット狭いところに向けて、でこの食べた食感とかもかなりギトギトしてるような感じかと思ってたんだけど、これはねマジで万人うまい。でこの企画の何がいいかって、俺が普段食べない食のジャンルにありつけるということで、お邪魔しました。東京油そば伝承館陣屋、上野の陣でございました。今後もやっていきましょう。これは今回めちゃめちゃいい思い出で終わったけど、今後はちょっとどうなるか分かんない。私の YouTube っぽい YouTube 第1弾目でございました。スマホインタビューして、その人のグルメ写真の場所にその日中に必ず行くでございました。また YouTube 撮影を定期的にやっていこうと思います。スタミジャパンでございました。それではどうも、ごちそうさまでした。